次、続いて5番、紙コップに、シリコンを適量入れていきます。このサイズだったら150ぐらいで、ちょっとまあ様子を見てみます。本当はできるだけ多めがいいんですけど、シリコンも高いので150ぐらい、片側150ぐらいでやってみようと思います。150ぐらい入れていきますよ。もしかしたら足りないかもしれないですけど、まあ後で調整します。硬化剤はこの量の 4% だったかな、 150g の 4% だいたい 6g かな。ここに 6g の硬化剤をスポイトを使って入れていきます。ですね、これこんな硬化剤、今100割り箸入りで155なんで、これが161かになるまで入れます。大体でね、はい、ちょっとぐらい誤差があっても固まると思います。これをよくかき混ぜます。硬化まで20分ぐらいしかなかったのかな、20分ぐらいしたら硬化し始めると思います。でこう混ぜてたら、ちょっと綺麗に頑張って混ぜてたら、このシリコンの中に空気が入るんで、こう切るだけ空気を抜いてあげて、このワッカーシリコンっていうのは気泡が抜けやすいんで使いやすいですね。はい、まあまあ抜けたかな。それじゃあ次の工程、この、シリコンを枠の中に流し込んでいきます。でまあ最初この細かいところは細く垂らすような感じで、こうできるだけ気泡ができないように、まあ、一通りシリコンで自分を覆うことができたら、空気が入らないように一気に流し込んでいきます。
空気が入っても、まあ、固まるまでの間にある程度空気は抜けていくと思います。ちょっと少ないかな。50g ぐらいちょっと継ぎ足そうと思います。ちょっと早くしないと固まってしまうので、これはちょっとさすがに少ないかな。片側 200g ですね。このジグは 120g のジグになります。で、まあ、片側 200g ぐらいになってます。余裕がある方はもうちょっと多めでもいいかと思います。はい、これでシリコンの流し込みは終了です。硬化には23度の環境下で2時間ということなんですけど、まあとりあえず半日ぐらい置いてみようと思います。はい、それでは、まあ、約10時間ぐらい、経ったので、6番の工程、余分な、シリコンを取り除いて、油粘土の方を取り外していきたいと思います。綺麗にできとるかな。油粘土をちょっときれいにしていきます。こんな感じですね。で、まあ、ここちょっとジグの下に入り込んだこのシリコン、これはまあカッターできれいに除去します。はい、こんな感じで結構きれいに片面の型が取れました。で、まあこういう横のね、こういうバリもきれいにしていきます。まあ、大体こんな感じですね。片面できました。余分な、シリコンと油粘土を取り外せたら、続いて7番、片側のシリコンにシリコンバリアを塗って、型取りブロックでまた枠を作っていきます。それではまずシリコンバリアを塗っていきます。この面、この塗っている面にもう半面のシリコン
を流し込んでいきますので、ここにシリコンがひっつかないように、剥離しやすいようにこれを塗っていきます。これ塗ってないとね、がっつりひっついてしまって取れなくなってしまいますので、塗らなく、塗り忘れのないようにしっかりシリコンがつく面は塗っていってください。はい、こんな感じです。で、またこのシリコンを同じように、はい、こんな感じですかね。しっかり囲めました。それではね、8番、この続き、また5番と同じようにですね、シリコンを枠の中に流し込んでいきます。さっき片側が 200g だったので、同じように、紙コップに 200g入れて、シリコンを流し込んでいきます。はい、これで、もう片側の、シリコンの流し込みが終わりました。またこれでちょっと半日待ってみようと思います。はい、それでは、また12時間ぐらい経って固まったので、この枠を取って綺麗にできてるか確認していきます。あ、これまたこの余分なシリコンを取っていきます。まあ、だいたいこんな感じですかね。まあいい感じですね。はい、それではね、ここから最後の工程、鉛の流し込み口と空気穴をカッターで開けていこうと思います。
な感じですね。はい、これで型取りの工程は終了です。次回は部品作りと鋳造をしますので楽しみにしていてください。はい、よかったらまたチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。